俺なんか遊びとか行ってね、今思ったら。前にみんなで旅行に行ったっきり外で遊びに行ってない気がする。なんかあったっけ？あ、愚痴壺の新居行ったわ。それは俺話したっけ？俺そうが言ってたんだ。どこまで話してんの？住所まで行ってたよって言うわけないだろ。千代田区1の1と言ってたわ。まあ、皇族だからね、愚痴壺って。コロナ移んなくてよかったって言ってた。いや、それ、俺だからさ、自分で言ってたの。行ったのがさ、CR カップのさ、スクリームの時だったの。で、それで、帰ってきた後に、愚痴壺が LINE 来て、ごめん、なんか38度ぐらい熱出たわ、みたいな来て、あーんって思って、まあ大丈夫っしょみたいな LINE で返して。で、その次の日とかに、ごめん、コロナ陽性だったって来て、マジで震えた。プラシーボえぐかった、その時。なんか熱出てきたかも、みたいな。そう、だから俺、濃厚接触者の状態で CR カップ臨んでたからね。愚痴壺も焦ったらしい。まあ、だろうね。そう、熱は、よく知ってるね。だ俺、熱測ってたんだよね、配信中。乗ってたかもな、ピピピって音。いや、でも黙ってたんだけどさ、なんか、気負いそうじゃん、愚痴壺もなんか声で。俺が CR カップ中になんか なんかあっても。自分で言ってたのね。おもろいね。絶対ヘラル。